ホルニョウとは、北欧神話に登場する巨人である。彼は、風の象徴であるカーリ、火の象徴であるロギ、そして海の支配者であるフレイル、または、エーギルの父である。さらに、フィンランドの王であったともされる。コエッタの、ヒュミルの歌第二節において、エーギルが、ミスコルブリンディの子に、そっくりな岩の住人と呼ばれており、このミスコルブリンディとは、 ホルニョーとの別名ではないかと考えられている。ホルニョーとの名前の意味ははっきりしていない。おそらく、フォーン、JTR であると考えられるし、または、ジュート人よりあり得るのが、巨人である。あるいは、フォーン、NJTR が由来であろうとも考えられる。ホルニョーとは、さらに、独特な伝説上の系譜の伝承に従うと、 ウィリアム一世の最古に確認できる直接的な不祖だとされている。その上、多くのヨーロッパの高貴な一族の文家や、現代のアイスランド人の家系を他の想像上の子孫を通して遡った末の祖先とされている。ホルニョートは古い史科に二回言及されるだけである。その一つは、ユングリンがたる第29節において、ホルニョートの息子が炎に適用される要例である。 もう一つは、スノディストルルソンの三分、エッタ第二部、死後法であり、別の文献から引用した箇所である。フォルニョートは、時に、死後法の版に含まれる、ツールルのうちの一つに、下の巨人、ユトゥーンとして登場する。フォルニョートの息子とされるエーギルが、いろいろな文献において巨人だと特定されているため、これは予想通りのことである。共に、 フラート島本に残されている多くに諸島人の佐賀及び、ノルウェーはいかにスマワレシカにおいては、ホルニョーとは、フィンランドとクベンランドを古い時代に統治していた王として登場する。彼は、エーギル、または、フレール、ロギ、カーリという名の三人の息子の父であった。ノルウェーはいかにスマワレシカでの説明はさらに、フレールが海、ロギが火カーリが風を支配していたと語っている。 ありがとうございます。